歌とピアノのみのりですトランペットオカリナ奏者の茨城智博ですいばのラジオあの丘を越えたらの第5回後編ということで前編は茨城智博さんの YouTube チャンネルから配信させていただいていますまだお聞きでない方は 説明欄にリンクがありますのでよろしければ前編から聞いてみてください。さてじゃあね続きをどんどん参りましょう。はい、<laughs> はい。え大学生ですね。トランペットで受験をして大学に入りましたという話ですね。はい。うんはい、すごいなじっくり喋ってるね僕の歴史を。うん <laughs> 聞きたたくくななっっちちゃゃういいいろろ質問もしますがこの東京音楽大学っていうところがみのりちゃんもね後に入ってくる1年後に入ってくるんですよね全然知らなかったけどその頃はという学校でこれがね僕は今だから言うけども滑り止め東京芸大が本命なので滑り止めなんだけど。 滑り止めの中でも、行くつもりはなかったの、うん。あ、滑り止めをいくつか受けてたってことですか専属学園っていうのを受けてまして。そうなんですね。そっちは、まあ、まず落ちないんですよ。っていうのもあったんだけど、うん、でも内容的に行きたい理由があって、そっち行こうとしてたんだけど、<ー>東京音大も一応受かってて、うん、で、 芸大と違ってこれはネットで合格発表が見れたから、うん、もうネットでサクッと見て受<ー>かってるなと思ってでも先祖行くしなと思ってたそうなんだ<う><ー>でも周りの先輩さっき出てきた高校時代にすでに音大行ってる先輩とかがいて、うん、呼び出されて「君君じゃないけど」 ケンちゃんって言われてたんだけど。ケンちゃんけんちゃん。これ、これややこしいから飛ばすけど、ケンちゃん東京音大受かってるんでしょって。受かってるんだったら東京音大行った方がいいよ。まあ、これをあんまり説明すると先属に対しても失礼になってしまうんだけども、その先輩なりのね。そう、僕は東京音大をそんなに重要視してなかったんだけども、結構行く理由は、 実はいっぱいあって行くべきなんじゃないかっていう話をしてもらって、自分でもそう思ってきて、東京音大に入るんだけど、入ってみたら、自分はだから、あの、まあ、受かったな、サクッと受かったなと思ってたけど、ギリギリ受かってたんで。そうなんだ。そういうのって分かるんですかあの、点数が。トランペットの試験の点数でほぼほぼ決まるので、同級生集まってみんなの点数を見せ合ったら、もう、あの、 でギリギリでしたたね同級生何人いたんですか8人いんすトランペットが8人。というね大学時代がスタートして、うん、ここでもちろんトランペットを頑張るわけですよ。うん、でもちろんいろんな話があるけどその中で大学2年の終わりぐらいに。うんうん オカリナが出てくる。<ー> <laughs> トランペットオカリナ奏者のオカリナ部分がやっと出てくるんですけど。いはい。うん。まあさっき言ったね、中学時代にちょっと触ってたっていうのはあったので、うん、うちにオカリナがあったのね。うんうん、はい。何色ですか何色だろう緑。おぉ。なんでな、うんでかわかんない。ない。自分で選んで買ったオカリナですか選べるほど売ってないんだよね、<ー>オカリナって。そう,かう,んうん。で、うちが、 近くに、あの、日吉駅というところに三峡楽器っていうのがありまして、うんはい、そこによく通ってたんですよ。太鼓のバチも買ったし、ギターのピックも買ったし、<ー>いろんなもの買ってて、オカリナも多分ね、1本か2本しか置いてなかったんだけど、当然のようにだからそれを買って、うん、で、1冊だけ楽譜を買ってみたいな、っていう楽器があって、<ー>多分高校時代も遊びで物質持ってって吹いたりはしてて、<ー>まあ一応なんかあれば曲何個か吹けるよね、みたいな楽器だったんです。うんうん で大学時代に、えー、とオカリナがまあ登場するちょっと手前の話をすると 2>,、はい、2年生ですか2年生ぐらいの時、うん、1>, まあ1年生からそうなんだけど、うん、要は僕はこの大学を卒業したら音楽で何かしていかなきゃいけないわけじゃないですか。うん、そうですね、うん、で一番やっぱり目指してたところは、うん、本当にトランペットを上手になって上手くなってコンクールとかで賞を取ったりとか、うんうん、オーケストラに入って で、うん、もう王道のトランペットの道に行きたいっていうところからスタートしてるんですけど、うん、全然うまくいかないわけです。もう最初からコンクールも、僕の予定では大学1年の時にこのコンクールで1位を取りたいみたいな。うんうん、でも予選も通らないぐらいの実力だから、実際のところ。で、これは成功法では、 いいけないなっっててののが分かってきたので<ー>でも別にそこで音楽の道を諦めようとは全然思わなくて、うん、なんか自分ができる仕事とか、うん、まあ実力はもちろん磨きつつそれは自分が納得できる音楽をしたいから磨き続けるんだけど、うん、それが全てでやっぱり仕事って決まっていかないのであ、うん、のね金管楽器とかトランペットとかって 先輩とか先生とのつながりすごく大事だなと思うわけですやっぱり縦のつながりで仕事って引き継がれていくからそ,、ね、そこがまた苦手であんまり僕は先輩<ー>先生に可愛がられるタイプではなかったと思うんだよねで,で、そこで頑張ろうっていうのもあんまり僕はできないたちだったので、うん、まあ適度にはもちろんお世話になった先輩先生はいるんだけども、うん なんか自分なりの仕事ってできないかなっていうのは模索していて。うん、なるほど、うん。当時はね、うん、インターネットがまだ今ほどガンガンじゃなくて。そうでしたね。うん、SNS とかって、えっ、ー、と、うん、ミクシー流行ってたん。ミクシィですね。ガラケーでね。そう、うんで。ミクシーが流行るちょっと前は、うん、ホームページをみんなあ、みんなっていうか持ってる人がある程度いて、うん、で、ホームページに掲示板っていうのがあった そこにみんないろいろ書き込んでたんですよ。演奏会のお知らせとか。ああ、自分のホームページを作って。そう、自分のホームページがあって、で僕も浪人時代に作ってたんだけど、えー、そこに掲示板があると、そこに誰か来た人が書いてくれたりとか、えー、でそれこそ宣伝を書き込んでいく人もいるし、それも全然、うん、僕は歓迎だったけど、えー、で、同じように、 何々吹奏楽団のホームページとか、うん、誰々トランペット吹きのホームページとか、うん、いっぱいあって、で、そういうところに書けるところにいろいろと僕書いていって、うこういうことを今してます。えー、トランペット奏者をしてて、えーえー、こういう活動をしていきたいので、なんか、なんて書いたんだろうな、なんか仕事あったらくださいみたいなことをね、えー、簡単に言うと大学,大学時代に書いてて、えー あととレッスンしますとかねそういうのを仲間ではやってる人少なかったんじゃないですかいなそうだねあんまりいなかったかもしれない同じトランペッそ、ね、うそ、ん、う,んうん、うそうそういうそうなんだよだから人よりも多くそういうことをしておけばさ、うん、誰か大学生にレッスン受けたいなって思う人が絶対いるから、うん、要はちょっとお金も安くてうん、うん、融通が利く相手にならいたいとか。 っていうのでホームページがあったからレッスンに受けに来た人もいたしすごい,でそういう学生ですか大人も来たし高校生も来たしへ<ー>、うん、ちょっとだけね最先,端最先端なのかな、うん、今それはね SNS でみんな当たり前のように多分やると思うんだけど、うん、掲示板っていう文化の中でそれをやってて。 である時に、その掲示板絡みで連絡をくれた方がいて、うんうん、えっと、中央林間、はい、という駅があるんですけど、はい、中央林間のバーで演奏を土曜日の夜にしてるんですけど、一緒にやりませんかっていう。え何の楽器の方ですかピアニストの人。で、その方は、 まあ専業ピアニストではなく、平日は別の仕事をしてるんだけど、土日とかにそういう活動をしてて、もうとにかく音楽大好きで、音楽のか仕事を本当はもっといっぱいしたいみたいな。で、たまたま僕の書き込みを見つけて誘ってくれたので、僕はトランペットとかフリューゲルホルンを持って、そのバーで一緒に演奏するようになるんですよ。で、この人が結構独特な人で、 この独特さはラジオではちょっと話しきれないんだけど。<laughs> ええー、面白そう, <laughs> そう。まあ、ただすごく、なんだろうな、いろんなものを僕に与えてくれた人で、えー、<楽>大人の方ですよね。大人ですね。僕よりも。僕よりは結構大人で。今の僕よりは今の僕よりも、大人なんじゃないかな。ううん、でもまあ、遠からずになってきたのかな。という方がね。うん 音楽的にもだから一緒に演奏してて今までにはなんか自分になかった感覚をいっぱい与えてくれたりして、うん、それこそね歌うっていう表現をよく我々するじゃないですかうん、うん、もっと歌うように演奏してとか、うん っていうのがすごく求められたんだよね、<ー>そこの現場では。<ー>難しい曲を吹く必要は全然なくて、うん、映画音楽とか演奏してたんだけど、ね、音を並べるのはそんな難しくない。うん、ただ、もっともっと気持ち込めて、うん、もっと、こうなんか、その人はなんて言ってたのはね、もっとうまく吹けるよね、みたいな。へー。でもなんかお仕事で、うん、 演奏するだけって言ったらあれですけど、うん、あのそんなにそ,のそういう出会い方をした年齢も全然違う方と、うん。うんうん なんかそんなに熱く、うん、もっとこんな演奏しようよって言うのってすごいことだと思いますね。うんうん、そうだね。変わった方だったっていうのもあるかもしれないけど。う,うん。変わってた。うん、変わってたけど熱かった音楽、うん、に対して。すごいいい出会いですね、うん。そう。で、スローテンポなものに対して熱かった。うん、アップテンポはほとんどやんないんだけど。あそか。とにかくテンポを落として落としてじっくり歌うっていう人なんだけど。うん それはでも僕にとってすごく勉強になって。そっか、高校時代にはあれだけとんがってた。とんがってた。僕に歌を。歌うように。で、<ー>苦手じゃなかったと思うんですよ、僕は、それが。でもその部分をなんか内側から引き出してくれたようなところはあって。素晴らしい。学校以外でそんなこと学んじゃって。そう,そうそう、学校では正直、 学べなかったかなっていう感覚。もちろんいろんなことを学ぶけども、うん、あの感覚はまた全然違うなっていうのがあって、うん、ジャンル的にもね、クラシックではなくなるし、そうなると。うんうん、っていうことを結構たびたび一緒に演奏させていただいてたら、その中でいろんな話が出てくるんだけど、うん、その人はいろんなオカリナ奏者の人と知り合いだった近づいてきた。そう。<laughs> で オカリナの話をちょいちょい聞くわけですよ。オカリナすごくいいんだよ、みたいな。えー、で、まあ、すごくいいんだよって話もしてくれたし、とある先生は、オカリナの生徒さんが何百人もいて、めちゃくちゃ儲かってるらしいよ、みたいな。<laughs> そういう下世話な話とかもして、そうか、そんなに儲かるのか、と思うじゃない。で でもともと仕事を何とかして作っていかなきゃって思っていたから、うん、まあトランペットは頑張るとして、でもおそらくそんな安定したお仕事にはならないっていうのが、ねはい、予想できてたので、うん、その中で副業としてオカリナで先生をして教室とかできたら、うんうんうん 普通になんかバイトするよりもそっちで同じようにお金が稼げた方が音楽にもつながってるし、ねうんうん、いいんじゃないかみたいなことを考えて、うん、でやっとオカリナが <laughs> 戻ってくるんだけどそのでオカリナ持ってるし、うんうん、っていうオカリナをね大学に持って行ってふと吹いてみるわけです。<ー>うん、まあそのうちなんかできるかなっていうところで一応遊びで吹き出すんだけど、うん、結構ね 大学で今度吹いてみたら、うん、周りの同級生先輩後輩がいるわけですけど、うん、その空間に、うん、結構ウケたのね、うん、ウケるって受け <laughs> <な>るなんで茨城オカリナ吹いてんのって,っていう何かオカリナ専攻の人とかいないです、ね、いないです 東京音大でオカリナっていうものを多分誰も見てなかったと思うんだけど、<laughs> すごいそう。トランペット部屋っていうのがあるんですよ。うんうん、トランペット科の人がたまる部屋があってうん、うんで、その部屋の前の廊下に椅子を並べて練習してるんだけど。うんうん、え、個室じゃなくて廊下で廊下で練習してるんですよ。うん、あんまり多分ピアノ科の人は見たことない景色だと思うんだけど。えそこで オカリナ吹いたんですかそうドドキドキし最初は部屋でね遊びで吹いてたんだけど<ー>真面目に練習しだすと僕はその廊下で前からトランペットトランペットオカリナトランペットみたいな感じで廊下に並んでで練習して,たりして面白いですねで結構みんなが面白がってくれと、うん、面白い理由っていうのがわ、うん、かんないけどもちろんなんでオカリナ吹いてんだよって面白さもあるけど、うん、それがちょっとうまいっていう面白さがあると思ってて。 <laughs> でピアノがさ弾ける人とかがいると、うん、ピアノ伴奏をしてもらって、うん、その場でなんかトトロとか合わせたりしだすと、うん、なんか茨城がオカリナ吹いてるけどちょっとうまいし <laughs> 何これ面白いみたいな変な空間が生まれて <laughs> あこれはうまければうまいほど面白いなと思った。トランペット家のくせにオカリナでなんかうまい演奏してるっていう面白さが。 これはもっとうまくなったらもっと面白いぞと思って、うん、でそうクラシックでねすごく速い動きでそう超絶技巧といったらチャールダッシュみたいなところがあるから、うん、それを、まあ、こういうふうにちょっと調を変えてアレンジしたら吹けるなと思って、うん、これをオカリナで吹いてるトランペット科の学生って面白い <laughs> モテたいから受けたいにこう変化してきたんですね。そう,ねそ,うそうそうそう。<laughs> っていうことを今でも僕はやってるつもりなんだよ、ね。そうか。トランペットの人がオカリナをまあまあ上手に吹いてるっていうネタをまだにやってる。そうなんだ。うん、そ残念ながら誰にもちょっと受けてないんですよ <laughs> 今は。もうあ、多分ね、大学時代の同期とかは いまだにちょっとそれで面白がってくれると思うんだけど。うもうね、定着しちゃってますね。そうそう。だって一人だけいるもん、大学の同期で。うん、今、オカリナやめなよって今、いま <laughs> だに言ってくれる人は。まだいじってくれる。いじってくれる人はいるんだけど、そう、そんなんで。で、やりだすと、うん、さっきのね、あの、うん、一緒にバーで演奏してた方のところに、でも、うん、オカリナを吹くようになって、<ー>同じようにやっぱり、 全然難しい技術とかは必要ないけど、とにかく心を込めて演奏するっていうことを結構そこで学んでいくんですよ。じゃあ独学ですね、お独学,独学、独学<ー>。もう勝手にいろいろ吹いてたら面白くもなってくるし、いろ、うん、んなことも分かってきて。うん、で、一番やっぱ、もちろんネタとか、うん、あとその教室で収入にしたいとか、うん そういう下心的なところで始まってるんだけども、うん、やってみたらめっちゃ自分に合ってるなっていう感じがして。トランペット以上に合ってる。トランペットの数倍、数百倍合ってたかもしれない。<笑><笑>トランペット全然合ってないんじゃないですか。トランペット全然合ってないかもしれないんでね。<laughs> えーうん、でも好きだからやってんだけど。うそうなんだ。んどういう面がですかま,あまず、吹けるのよ。 うん、割ととんなりトランペットは難しいんだけど、うん、そのトランペットを吹く中で考えてきたいろんなことっていうのもすごく生かせるし<ー>でそのバーで演奏して出てきたような歌心とか、うん、自分が音楽でこういうことをしたいってすごく話戻ると、うん、一人でアンサンブルとかしてた、うん、多重録音してた時代とかを思い出して。うんうん そういうなんか自分の奥底にあった音楽がトランペットだと壁何枚も隔てて音に出るんですよ。うん、な、うん、なんとなく想像つきますで常に不安と戦いながら演奏してたのがオカリナは息入れれば音が出て。 もちろん簡単ではないけど、うん、自分がしたことがそのまんま音になる。ね、より歌に近い感じですよねそう。息強くすれば強くした音が出るし、うん、全部そのまんま反応してくれるからうん、うん、こういう楽器の方がなんか僕の音楽性って出てくるなってどんどんなんか眠ってた音楽性がそこから引き出されてきて、えー、そうなってくると、うん トランペットの演奏にもいい影響が出てくるう,、ね、うん、うんうん、その蓋されてただけだからその蓋を違うとこで外してしまえばうん、うん、その感覚はまあ多少持ち帰ってトランペットでも使うことができたりしてうん、うん、自分にとってオカリナもやってるトランペット吹きっていうことはどんどんプラスになってったんだよね,うん、うん、ねトランペットよりも変換が少ないっていう感じですね自分の中にある音楽を外に出すまでの変換が、うん そうなんです、うん、ピアノも結構多い方だと思うんですけどうん、うん、だからやっぱり変換が少ないものからやった方がやった方がっていうとあれだけど歌とかに近いところからだんだんこうした方が、ね、自分の音楽ってものをしやすいのかなっていう気持ちはしますね。うん、でもねピアノもよくだからピアノ弾いた方がいいよって言われてたのは同じ理由もあって。うんうん ピアノも難しい曲弾いたら難しいんだけど、うんうん、トランペットで吹くメロディーをピアノで弾く分にはだいぶ楽じゃないで、そこで音量とかのバランスをどういう風に持っていくかってすごく勉強になるから、うん、オカリナを吹けないんだとしたらピアノでそれをやってみると、うん、それも同じように勉強になったんだけど、うん、それは知ってたけど、うん、そこまでそれをやろうとはしてなかった、ね。うんうん、なぜならピアノがそんな弾けないし、うん、それができても、 面白くはないじゃない。うんうん、自分の勉強にはなるけど。うんうん、でもオカリナって、それでいろんな曲をこうやって表現してるっていうのを聞いたことがなかったし、実際調べてってもいなかったし、えー、そういう前例がなかった。えー、えー、じゃあ見つけたって感じですね。うん、僕の道。なんかそこでいろいろやっていくのすごい面白いじゃんと思ってて。うん、オカリナっていう楽器自体の歴史がまだ全然途中というか、うん 完成してないってことが分かったので、うん、そこに入っていける面白さみたいなのもあったしへ<ー>、うん、それでなんかどんどんちゃんと真剣にやるようになっていった大学時代ですね。すねじゃあ2年生の終わりに吹き始めてうもう4年で卒業する頃にはオカリナ奏者っていう感じでした うん、もう、2年の終わりで始めて、3ヶ月後ぐらい、うん、大学3年生の頃には、人前で吹いてたんですよ、うん、そのまあ、バーでね、デビューしてて、で、その頃はだから、オカリナ始めて3ヶ月ですとは言ってなくて、まあ、2年ぐらいかな、みたいな。<laughs> ちょっとだけ持って。<laughs> そう、ちょっと持ってやってて、うん、だから僕、オカリナ始めて2年の期間が、2年ぐらいあった。うん、<laughs> 追いついたんですね。<laughs> そうそうそう。<laughs> へ <laughs> でコンサートとかも自分で企画してオカリナだけのコンサートやったのも多分初めて半年ぐらいの頃かなやってみたりとかで同期のトランペットの人も一緒にオカリナ吹いてたり、うん、時期があったりとか、まあ、いろいろやって、うん、どっぷりだんだんやってうん、うん、卒業する頃にはもう CD 卒業してちょっとした時には CD 作ってたから。 なるほど。なんか木が熟して出会いましたって感じですよね。なんかトランペットでちゃんとベースを作ってたからこそすぐ吹けたっていうのもあるんじゃないかと思うし。そう、ね、すごくなんか自分の中に音楽性がふつふつと育ってたっていう感覚はある。いい時にこれだって慣れて、うんうん、ね素晴らしい。うん、それで茨城さんになったわけですね。茨城さんになった。えー、そっ<う>か、そんな茨城さん から、はい、動画紹介のコーナー <laughs> コーナーが始まった。でいいですかですね。そういうことですね、はい。茨城さんからでいいんですよね。はいはいはい。紹介しましょう。はい、う毎回ね、ちょっと動画を一本かなんか紹介して、はい、リンクをね、説明欄に貼って、うん、よかったら音楽はそっちで聞いてみてくださいっていう話なんですけど、うん、何が聴けるのかな今日はね、うん、あの、一年前ぐらいに作った僕の チャンネルの動画を紹介しようと思うんですけど、はい、まあ、それこそ、2個前のラジオで時代の話をした時にもね、うん、言ったように、うん、もう去年はリモートアンサンブル前世紀で、はい、<laughs> いろんな人とお家にいながらにしてアンサンブルをしたわけですけど、ししその中でも、割と初期にやった企画で、うんえー、オカリナ80奏で、<8? S 1> 隣のトトロ、おー っていうのをやったんですよ<ー>、うん。で、プレイヤーは4人なんだけど、<ー> 1>, 1人2パート。ーだからこれもリモートアンサンブルならではのね、うん、やり方で、1人2パート演奏して、うんえー、隣のトトロ1分半ぐらいかな。うん、もうあっという間の動画なので、ぜひサクッと見ていただけるかないい、ね、と思うんですけど、そのためにアレンジをして、80層でアレンジをして、んでうん、で結構なんだろうな、リモートアンサンブルじゃないとできなさそうな、 派手なアレンジにして、クリックって言ってメトロノームをね、聞きながらそれぞれ録音するんですけど、で、それを後で編集もして合わせるので、生でやると多分そんなにうまくいかないよねっていうアレンジをしてみて、撮りました。すごくね、面白くて好評だったので、まだ見てない人はぜひ聞いてみてください。隣のトトロのオカリナ80層のリンクを今回はじゃあご紹介したいと思います。 説明欄にリンクありますので、よかったら見てみてください。はい。でも、もう一個だけ言いたい、言いたいな。何ですかあの、お、イバさんが4人で吹いてるやつ。あはいはい。八万山みたいな。ちょっと場所違うけど。八。文京ハリマかな。文京ハリマ。うん。八っていう字入る八じゃないけど。あ、違うか。ハリマだから。その辺が多分、まず、あの、字の中に。八万山の、万、かな。 ああ、そうだね。そうだね。そうそう。ハリマのハリが、そこだね。あれすごい私、好きああ。当時コメントしてくれたね。はい、うん。うん。あれはね。イさんの作曲の。そうそう。自分で、はい、しかもおりっかりな、四重奏のために作った曲、うんうん。あれを、あれもリンク貼っといてあれも貼りましょうかね。文教ハリもね。素敵なんですよ。信じられないぐらいな。 うん、ありがとうございます。展開。う展開。曲が、なかなか尖った曲でね、それこそね。そうそうそう、びっくりした。うん、あれどうやって作ったのか自分でもよくわかんないんですけど。って言うから迷宮入りですよね。私どうやって作ったんですかって聞いたのに。本人もわかってい。勢い。本当ね、あれ多分そんな時間かかってなくて、一気に作ったんだよね。一晩ぐらいで。うん じゃあ、それもぜひ聞いてください。ぜひ聞いてください。はい。それでは、え、イファミのラジオ第5回でしたが、いかがでしたでしょうかはい。いろいろね、なんか前回に引き続き僕の話をいっぱいさせていただいちゃいましたけど。いや、面白かった。でも今大学卒業で、そっからまだね、十何年かあると思う。まだまだあるよ。そうですね。10年以上経ってるからね。まあ、いろいろ出てくるんじゃないですか、そのうち。またね。でも、すっごい。 すっごい丁寧に何十年の歴史を、うん、何十年じゃないかな、うん、?20 年ぐらい、うんうん、の歴史をたどれてすごく面白かったです。これ前回も言ったけど、うん、そのうちみのりちゃんのヒストリーをやりましょうね。ぜひお願い <laughs> やりまします。そんなに面白くはない。 はい。まあ、そんなわけで、いばみのラジオ配信は、毎月第2、第4日曜日の17時です。ですそれぞれのチャンネルで同時に前編後編をアップしますので、よろしくお願いします。そして、お互いね、いろいろな活動や YouTube の動画など、SNS とかでね、日々お知らせしておりますので、そちらもぜひチェックしていただければ嬉しいです。はい。それでは、また次回もぜひお聞きください。お相手は